ランキングも。ちょっと待って。あ、取られちゃった。待って。でもまだ今見たいからちょっとドバーンアツでするね。してたけど。ちょっと今見たい。多分ミスった相手がみたいさ。でも取ってほしいな。3セット取ればいいのね。そう、昨日だっけ、昨日だっけ、バレー、女子バレーすごかった。フルセットで、そう、負けちゃったんだけど、そのデュースで最後。スマホそっちに移動して、どういうこと、そっちに移動。あ、スマホで見てない、テレビで見てる。あ、そう、時間かかると思うけど、でも配信中には終わんないけど、ちょっとね、みたい。あ、やばいかも、日本ブレイクしちゃったりとか。よし、もうドボンもしようかな。でもしたいな、ドボンしちゃおう。ちょっと待ってね、髪がバキバキ言ってる。角度変えるときにめっちゃ音がすごいんだけど、これ。ドボン、ドボンもしちゃえ。なった今。あ、うまいな、サブ。上がんなかった。3点連続ぐらいで取られちゃってる、多分。あ、でも、え、やだ。あ、4対3か。1回日本が取ったのか。いや、強い、この人のサーブ。ブロックされちゃった。昨日もこんな感じでずっと一人で喋りながら配信終わった後も見てたんだけど。バレー、女子バレー。よ、みんな、あ、これアシックスのシューズ。オレンジみたいな。オレンジ、オレンジか。シックさんが水野かと思ってた。あ、でも確かにユニフォームがシックスだから、シックスか。ドボンもしてる今。私が持ってるシューズは水野。でもこんな感じの色のやつ持ってる。似た色。ニューが取った。これに勝てば決勝トーナメントなんでしょ。だからこれに勝たなきゃいけないの、日本は。これで負けちゃったら、そう、決勝まで残れないから。配信カメラ食べる。あ、そういうこと。いやね、いや、物がいっぱいあるんですよ。ちょっとペットボトルとか置いてるから映っちゃうから、そこら辺の動かせない。テレビの横って言ってもね、そんな動かせないから。あ、上がれた私。え、違う、ドボンされたんだ。上がったのにドボンされたんだ。ドボンされてた。あ、すごい、誰だろう今の人。誰が打ったんだろう、スパイク。あ、めっちゃ背高い人だ。2メートルの人。あ、違った、2メートルの人じゃない、その横の人だ。あ、名前わかんないや。飛んでたから2メートルの人。あ、高橋選手、高橋だっけ、ラン選手。あー、落ちちゃった。でもめっちゃいい感じ、接戦だよ。6対7負けてるけどさ、1点差で。さっきね、その西田選手だけ身長が出てて184ぐらいだったかな。それでね、高いのにさ、全然高く見えなくて、そのこうカメラでこう画面で見てたらさ、
引きの全然高く見えないと思ってたら2メートルの方がいてそれ見えないわって私またドボンされてるびっくりした。それは確かに、そう2メートルの選手がいてね、めっちゃ高い。カスト決勝点、決勝トーナメントいける、そう勝ったらいける。日本が取った、取ってほしいな。この2セット目もうなんかストレートで勝ってほしい。入ってたさっきのサーブ。アイス買ってない。今あるのはお菓子ぐらい、カップ麺もある。今日おにぎりと何食べたっけな、お菓子食べた、あのカナオのやつ食べた、カナオのさプチの、あ私の分だ。カップ麺と食べてないのはじゃがりこと、でまだ夜ご飯食べてない、まあこれからなんですけど、これ絶対美味しいじゃん。これ甘辛イカだし美味しそう。スーパーで100円で売ってたから買っちゃった。やばい、バーストさせたかと思った。よかったよかった、全然相手の枚数何枚重なってきたか分かんなくて出しちゃったら。美味しそう、食べたいこれ、後で食べようかな。よいしょ、これも絶対美味しい。ガリバター醤油、バター醤油、バターとさ醤油だけでも美味しいのさ、そこにガーリックで最高絶対美味しい。これ美味しそうだよね。なんだっけ、じゃがりこ、いや13引いちゃった、数字が全部大きい、9、10、13、3枚あって、やばい全然見てなかった。今同点だ、このストレート。え見てなかった、見たかった、めっちゃ食べ物の話してた。あすごい繋いだ、ナイスナイス、わめっちゃラッキーじゃん今の。ラッキーってか日本がね繋いでこう乱れたんだけど、レシーブ最初の、でもね繋いで返したら相手がちょっとミスっちゃった、ちょっと取りづらいところでミスっちゃって、ツーがネットに当たっちゃったからさ返せなくて、すごっ、ボール1個分の隙間をストレートに、やばすごいよね。なんかそういうのさすごい、なんか選手たちめっちゃ見てさ、ブロックの隙間とかからさ、あアウトだ、ブロックアウト、隙間とかからさやってるじゃん、すごい。とかさ相手がさこういないところ狙って、打つのでさえさあのブロックがあったら無理なのにさ、難しいのにさそこまで考えて打てるのがすごい。ジャンピングサーブ、あれフローター、フローターはフローターのジャンプフローターは試合ではやったことないけど、やったことあるけど、ね、普通の試合はフローター、あんまりその中学生の時はいなかったのね、ほぼほぼそのチームの大体スパイクめっちゃ打つ人はね、エースっていうのかな、その人が大体ジャンプサーブ打つぐらい、中学生だからあんまいなくて、だからほぼほぼみんなフローターだった。エアコンつけよう。あ、ドボンドボンできた、よいしょよいしょ
でもめっちゃ11対11めっちゃ接戦じゃない？お、アウトだ。めっちゃ接戦じゃない？どっちかが1点取ってもさ、2点とかさついてもさ、差がすぐなんかどっちかが取り返してみたいな。ずっと接戦。そう、1セット目もな、そんな感じだったっけ。1セット目はそうイランが最初に点取ってね、やったけど、最後の方は日本がねめっちゃ調子よくてめっちゃ点数取っていた。ブロックアウト、うん、日本が2点差にした。日本リード13ある。すごっ。なかなかなくない？そのブロックアウトでさ、サイドのさアウトならさあるけどさ、よくあるけど、後ろのさエンドライン、エンドラインを越えてアウトになった。なかなか時々しかないさ、サイドよくある。すごっ。あー、サービスで取られちゃった。また同点だわ。同点。今ランキング私何位だろう。さっき見たら27ぐらいだったんで、あ、変わってないわ。27、16以内目指しましょう。頑張ろう。あ、相手じゃないよ、日本が取って。やってほしい。めっちゃ接戦だよね。ずっと競ってる。あー、押し込まれちゃった。お、あ、でもタッチネット？アンテナ？なんだろう、分かんなかった全然。今どうなった？アーツ？まあ、ちょ、音声が出てないから分かんなかった。チャレンジするのかな？あ、しない？なさそう。してない。日本が撮ってる。あ、ホールディングか。そういうことね。無音だとマジで分かんなかった。ホールディングがキャッチって名前を、え、ホールディングキャッチになったの？キャッチになったの名前知らなかった。ホールディング、そう、リング掴んだらいけないんだけど、キャッチになったの初めて知った。うん、あ、私だ、私。あー、いい、入っちゃった。難しい。うん、あ、ドボン。ドボンだ。忙しい、それな。え、でもドボンもしたいから。え、また同点じゃん。背高2メートル5センチって、手伸ばしたらさネットから手が出そう。え、出るよね多分。2メートルあれば手伸ばすだけで出そう。イランの中で数少ない秀吉先生。確かに、確かにみんなすごいね、ヒゲ、イランの選手。
あ、始まる。今タイムアウトだった。あー、ドボンできないやつ2枚なんだけどさ、数字は。監督は日本でしょ？ね。すごいね、みんなわかるのかな？その監督が言ってること日本語じゃないからすごいよね。私だったら絶対わかんない。ああ、私のファンの方、ファンの方が上がった。膝で飛び込んで膝焼け。膝はない。膝はサポーターつけてるからない。肘もだけど、でも時々さ、まあ、膝だけで膝滑ったりしたら膝をね、滑ることがよくあるから膝サポーつけてるけど肘サポーつけてないみたいなことが時々あるのね。普通に軽くやっててみたいな、つけてなかったりした時は肘こう摩擦でやけどとかある。時々ほんと時々。あと一回やったのは体育の授業でバレーやってて、中学校の時にその冬だったからさ、そのバレエの授業やってる時が、あの長ズボン履いてたのね、寒いからさ。半ズボンと長ズボンがあるけど長ズボン履いてて、でバレエだからさ、その落ちそうなボール滑って取っちゃったわけよ、普通に。そのもういつもの感覚で。そしたら破れてってか、なんかその摩擦で焼けちゃって穴が開いちゃった。指にテーピングは私はしない。なんか小学生の時は手首にテーピングはしてたけど、なんかレシーブの位置が分かりやすいようにみたいな感じで。指はしない、私はね。でもする人としない人がいる。テーピング私はしない。私の周りであんまりいなかったから、テーピングする人。やばい今のサブ強っ。もうなんかさ、サブっていうよりさ、スパイク。めっちゃ遠くからさ、スパイク打ってくるみたいな感じだよね。強すぎて、サブが、威力が、まあ、なかなか上がれないんだけど。今4枚持っててさ、どのカードが残ろうとも絶対にドボンができないっていう。あ、リバース。あと2枚。あ、18対16だ。わあ、2点差。いやでもまだ1セット取ってるから、まあ最悪ね、この1セット落としたとしても大丈夫なきゃ、同点になるから。いやでも取ってほしいな、日本。あ、すごいブロックカバー自分で打って取ってた。あー、これきつい。めっちゃボールとブロックが近かった。おっと、え、あでも向こうだ。あー、タッチネット。アウトと思ったら触ってたねと。マジフェステルやラーメンとか、え、マジで、うわー見たいけど。いやでもバレーだな、ラーメンも好きだ。さっきね、惜しかったね、触ってなければアウトだったから2点だった。3点差だ。頑張ってほしい。忙しい、ドボン。お、あ、あ、入ってる。日本か、向こうが触ってた。ね、連続ポイント欲しい。あ、ドボン。忙しいな。
バレのこと言ったりドボンのこと言ったりドボンできた。上がり率がなかなかさ上がんないんだけど、29から全然上がんない。あ、いらんか、いらんか、点取ってた気づいたら。ね、今20対17、3点差つけられちゃった。接戦だったのにいらんがちょっと出ちゃった先に。わー取られちゃう。あーやばいね流れが。惜しかった、ブロック飛んでたけどその手の間に、出した手の間にボールが、あドボンされた。からも29からない。やっぱり29からさなかなか上がんないよね、難しい。うん、何でさっき8でドボンされた。もうすごいサーブ強っ。あっ色が点取った。やばいやばいよ、4点差だ。あでもこの数字、おいい感じじゃん今。え嘘嘘嘘嘘嘘嘘、いい感じと思ってたら、え6枚来た。さっき2と1と1だったからさ、めっちゃさドボンできると思ってたら6枚カード来たんだけど。おあでも OKOK 今3点差。取ってほしい連続で。ドボンもやばいけど日本も負けてる、両方やばい。うわ上がられそう、私ドボンが、ドボンがね。あでもちょっと減ってきた今怖い。あイランが取っちゃったカーテン、あ自分だ。ストレートに、あまたドローズリーされてる。何とした言えなかった、ドローズリー。あ13来た。あブロックされちゃった。やばい、マッチポイント、マッチポイント、セットポイント、あと1点で勝っちゃう。あ終わられた私。お願いした。ちょっと気になるな、これ見よう。あっダメだ、うんちょっと崩れた。向こうも上げるな。お、すごいバックアタック、石川選手。日本も20点だ。でもあと4点取らないとデュースにならないから頑張ってほしい。誰だろうサーブ、サーブ誰だろう。
誰だろう。わかんない、名前が出なかった。あー取られちゃった2セット目。え、でもまだ1-1だからセットカウント、大丈夫、まだ大丈夫。次で日本が取れば OK。 ね、めっちゃいい試合してる。日本とイラン中盤ぐらいまでずっとさ接戦で、相手が取ったら次なんか両方取って取られてみたいな点数みたいな感じだった。すごい楽しい見てて。やばいね、ショールームだからこんな喋ってるんじゃないんだよ。いや、これでバレー見てたらマジで昨日もこんな感じだった。はたから見たらいや、めっちゃ独り言激しいやつだよね。ショールームじゃなくてもこんなバレー見ながら喋ってた。やばいやばいとか言いながらずっと言ってた。上がられそう、あ、上がられた。そう、一人で見て、昨日配信終わった後、昨日だよね、女子アートすごいサーブ始まるかな。サンセット、あ、CM だ。私メッセージ書いて載せてた、メッセージ書いよう。あと20分ぐらいで配信終わっちゃうけど。9時になったらランキングブーム。ずっと忘れてた。メッセージ書いるの、配信始めてから。何にしようかな、絵文字。あ、なんか違う、これは違う。適当に押してやったなったやつにしようと。あ、いいや、これで。かわいいかわいい、犬みたいな顔文字。13ある、何枚、あ、1枚。なんかもう1枚ならいいかみたいな感じになってきちゃった。めっちゃ出るから13。西田さん中学の先輩から、え、すごすご、普通にすご。あ、 OK、 13出せた、すごいね、中学の先輩。もうできそうなんだけどな、 あと1枚になっちゃった。あ、でも待って、ドボンできそう。あ、ドロスリー、このタイミングで。いや、まだいける、まだいける。ドボンしたい。できないかな。え、もうないのかな、出たのかな、もしかしてこのカード。わかんないよ。ドロスリータイミングが、あ、始まってたわ。イランが取ってる1点目。あ、13引いちゃった。2枚目の13。あ、日本取った、どっちが取った今。全然見てすごい、ワンハンドでトス上げてる、強い。おお、日本の点取った、すごい。この山内選手って方、
が2メートル、2メートル4センチ高っ。あ、え、ね、3枚目の13引いちゃった、やばい、コンプリートしちゃう。あ、依頼に取られた。あ、え、13出したけどドボン、ドボンされた。やばいやばい、13の所持率が高いよ。引き強いね。いや、13引き強くても全然嬉しくない。負けるじゃん。すごい。また接戦だね。結構。まだ始まったばっかだけどさ。日本が取られて取って取られて取ってみたいな感じ。うん。あ、今回はね。13。惜しい惜しい、取れなかった。今本当にどっちかが、どっちかじゃない、本当取って取られての繰り返しなんだけど。めちゃめちゃ接戦。今3対2だもん。うん、チャンスチャンス、帰ってきた。あー、拾うね、拾おう。あやー、上がった今。あ、落ちちゃった、落ちちゃってた。やっぱほしい。指のちょっと前だった、ボールが落ちたのが。やばいね、イランがブレイクしちゃった。逆転してほしいな。決勝に行ってほしい。あ、熱引っかかった、チャンスにやった。オッケー、13出せた。アウト？でもなんかいいって言ってる。チャレンジするのかな、しない。でも日本一回チャレンジ失敗しちゃってるんだよね、1セット目で。あ、タイムアウト取った。ね、流れがね、なかなかちょっとイランに行っちゃってるね、2セット目取られてから。うん、終わると。流れた。楽しい、見るの、バレー。忙しいけどバレー見ながらと思う。忙しい。音出してないからさ、いつ CM が終わったか分かんないんだよね。気づいたらいつも始まってる。試合が。あ、13ある。いや、まだだ、ダメだ。オッケーオッケー、いいじゃん。いや、でも、あー、色変えられちゃった。あ、え、待って、いい感じ、あと1枚。あ、上がれた。あ、始まってる。あ、上がれた。お、ブロック、ドシャッと。すごい。
とかもインスタント麺、それも見たい、それも見たい、アレンジ見たい。でも、いやーでもな、どっちの方が長いんだ、我の方が長そう。これか、いや先に終わっちゃうな、ラーメンの方が。アニマルラーメングランプリ、いや、でもバレたみたい。うわーやばい、6対4か。でも2点差なら、でもまだいける、いけるいける。うん、ファンの方いる。ドロツ拾うなー。おーすごい、ワンハンドで、すごい、今のめっちゃファインプレーだったよ。すごい、あ、暴れちゃう。さっき、なんだっけ、ブロックにスパイクかな、何かフェイントだったっけな、忘れちゃったじゃん。それもね、ワンハンドで取ったの、日本の選手がワンハンドで取ったボールを2の人が高くそうトス入れてくれて、わあ、でも取られちゃった。スパイクで打って日本が決まった。強っ、でもいらん、2点差が縮まらない。あ、びっくりした、カードスペードだけかと思ったら違ったわ、1枚だけ違うやつだった。でもスペードだけになっちゃった、うん、あーどうせ、あーネットだ、違う方がと思ってちょっと、3点差だね今。あ、やばい、もう52分じゃん。あ、強っ今の。お、あ、曲がったんだ、落ちたかと思った。ブロックで止められちゃった、足に当たったんだ今、イランの選手。これ絶対落ちたと思ったら見えなかった、違う角度のカメラで足に当たってた、膝強い。それでカバーして打ってくるの、うん、ロボンされちゃった、4点差か、やば、お、相手がミスったサーブ、今3点差、これで連続で点取らないと厳しい。いいじゃん、見出してチャンスボール、おお、日本が取ったってブロックアウト、すごい、西田選手だ、サブがすごい人、あーでもアウトだ、サブがアウトだった、うん、ドボン、あ、え、ドボン返しされた。嘘、え、
自分が10出してさ1と9だったのかな思ってたのが忘れちゃったけど、で次の人が10出してドボンしたらドボン返されたああ3点差だまだ上がる、お日本がブロックした、すごい、なんかさこうやってさ 手でパーでさここにボールポンってあげるのすごいよね、このぐらいの隙間でさ手入れてきてボールあげるの、ボールとの隙間これで地面ここでみたいな、忙しいあー近いブロックと、でもすごい、あダイレクト、すごい決まった、ブロックアウトで、相手がブロックアウトして、あ全然出せないじゃんカード、1点差じゃん、めっちゃ泳げてた気づいたら、わあおすごいリベロにした、おおタッチネットじゃないか、あでも入っちゃった、コートにコート落ちちゃった、ね、でもあ今自分だった、危ない危ない気づいてなかった危ない、カード出せて自分だった、でもさ今あどうなんだっけ、2点差だからいける、うんめっちゃ足に当たるじゃん、すごっさっきも足に当たってた、足にね多分、うん、え当たってないかな俺わかんないや、つま先に当たってるように見えてた、すごいバレーめっちゃ接戦いい感じ、10対11、1点差、連続して取りたいね、ああ ブロッカーの隙間点取られちゃった、やばい13ある出さなきゃ、うん、あ出せる、うんドボンやった、2が点取った今、うん1点差すごい、セッターの方めっちゃすごかったさっき、すごっね、あれで打てるのすごくない、その2が結構さ乱れてあげたのにさワンハンドであれで高く上がるのもすごい、あーサーブが前狙ったら入らなかった、うん私から2点差今でイランがサーブ、すごっサーブがもうなんか急にギャンって曲がるおすごい
痛そう今のブロック。ね、すごいブロックめっちゃ強かった。お、西田選手だよ。サーブすごい人、サーブが強い人。あー、お、入った。ラッキーだね、よかった入って。ネットに引っかかってネットイン、ラッキーだね。セットの人もちょっと見失ってたボール。引っかかって。あ、もう21位になった、やばいやばい。ちょっと待って、ドボンが終わったランキングなんだっけ。お、え、いい感じ、日本乗ってるめっちゃ今。あー、でもブロックされちゃった。さっきめっちゃすごかったんだけどな、残念、ブロックされちゃった。高い、すごいな。めっちゃさ、ブロックこう近づけてるのめっちゃ広げてたのにさ、ここにさ打たれればさ完璧にさ取っちゃうわけじゃん。なのにさ、こうやって当てててこっち側の手にパーンって当たってた、すごっ。あ、ブロックアウトね、真ん中に打たれたらさ、ボールがもう抜けちゃうからダメなのに、すごい。片手だけでやんな、綺麗に。強い。あ、でも今同点。え、で日本がサブ権でしょ。おー、すごい。お、上がれた。お、アウト。逆転したんじゃない？逆転。よし、ランキングも。あ、チャレンジ？チャレンジだ。タイムアウトが飛んだ。選手たちが言ってたから。あれかな？タッチしたかしてないかな？わかんないけど、音出してないから。多分。多分そう。チャレンジ見たい。まだかな、ランキングも見たいけど。うん、うん、ノー、チャレンジ失敗ですね。入って、よかった、逆転。ちょっとランキング見ます。あと、いやでもこの後あるんですよ、予定なので。13位から読んでいきます、終わんなきゃなので。13位から読みます。13位、ラクラクさん、ありがとうございます。12位、プッチーニさん、ありがとうございます。11位、大木正義さん、ありがとうございます。10位、 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。9位、バトニーさん、ありがとうございます。8位、日清さん、ありがとうございます。7位、8位読んだもんね、うん、7位、香港の春マットマーク強化星さん、ありがとうございます。6位、ムムさん、ありがとうございます。お、日本がブレイクしてる。5位、カズさん、ありがとうございます。4位、正宗さん、ありがとうございます。お、びっくりした。3位、筋肉愛国さん、ありがとうございます。2位、スーさん、ありがとうございます。そして1位が元気さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。うん、そろそろ終わりたいと思います。お、またチャレンジやってる、なんだこれ。あ、チャレンジじゃないか、あれチャレンジかと思った、映像違った。
よし、じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとうございました。ごめんなさい、この後ちょっとしなきゃいけないことがあるのでこれで終わります。じゃあまた明日、わかんないけど明日ですね。明日何時にするかわかんないけど、言うタイミングが早かったわかんないの何時にするかわかんないけどじゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。ドボンはまだドボンはするので12時頃までできる時はやるので一緒にしましょう。16以内目指しましょう。ライブ出たいじゃあそろそろ終わります。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。